みんなありがとう。アルちゃんたちもお祝いしてもらって喜んでるよ。アルちゃんたちって誰のこと？あ、まだみんなに紹介してなかったね。実は広町、新しい家族を孵化させたんだよ。ほら、見て見て、この水槽の中。アルちゃんたちはね、さっき生まれたばっかの赤ちゃんなんだ。私と誕生日一緒だと嬉しいかなって思って今日孵化させたんだよね。ああ、ただの水に見えるけれど。何かいるのかな。あ、よーく目を凝らしてみ。なんか変なのがいっぱい浮いてね。変なのじゃないよ。みんな元気に動いてるでしょ。こんにちはって挨拶してくれてるんだよ。確かによく見れば動いてる気がしなくもない。かわいいでしょ。この子がアルちゃんで、その奥の子がピーモくん、それからこっちの子が。ひろまちさん、それでこの水槽の中の子たちは一体何なの？アルテミアだよ。1億年前から変化していないから生きた化石とも呼ばれててね。この粉を水に入れると1時間くらいで孵化するんだ。初めて見たよ。そういう生き物もいるんだね。有名だと思うんだけどな。今月号の謎々不思議生物大解剖で付録についてくるくらいだし。よくわかんないけど、なんか奥が深い生き物ってことっしょ。さすがトウコちゃん、わかってる。そうなの、アルテミアは奥が深いんだよ。ナノミちゃん、アルちゃんたちが可愛くて仕方ないんだね。ああ、これから毎日この子たちの成長が楽しみだな。来年の誕生日は広町と一緒にアルちゃんたちをお祝いしようね。こちら
ルちゃんですよ。じゃあこっちの子はなんていうの？ほら、太い触覚がある子。目がくるるんってしててお気に入りだな。その子はピーモくんです。うちの子の中でも一番泳ぐのが上手なんですよ。ななみちゃんの話聞いてたら、やっぱ私もアルテミア飼いたくなってきちゃった。もうちょっと頑張って探してみようかな。それなら広町もお手伝いします。以前食玩を探している時に助けてもらいましたから。じゃあ一緒に本屋巡りしよっか。どっか置いてありそうな本屋知ってる？はい、広町おすすめの本屋を紹介しますよ。お、それは期待できるね。よし、行って。